今泉潤です。ヒロヨウジです。昨日の続きをどうぞ。まあいっぱいいるじゃん人が。いっぱいいきなり戻ってきました。何いっぱいいるんだよ。編集の技術ってやつですねこれ。うん、そうだね、本当にね。そろそろ今週のまとめに行きたいというところですが、今回は特別にこの1ヶ月ゲストに来てくれた3人をお呼びしたいと思います。もう見えてるじゃん。はい、うん、入ってます。渡部さん、小田さん、薄井さんです。はい、ということで、はい、何ですか3分間のどうでしたかっていう、うん、はい、うん、どうでした皆さん。いや、という間に本当にもう終わりっていう感じでしたねスピード感がありましたよね。ねえ、まあ、エコですよね。なんかね、友達とラジオをやるっていうのはすごく不思議な感じ。いや、普通ラジオって友達とやんないから仕事でやるから友達とラジオやるって意味が分かんないからちょっとすごくなんかね、不思議な感じ。でも普段例えば飲んだりしてる時もこういう感じで喋ってるんですか。そうだね、ちょっとね、僕が酔うと良くないですよね。ひろさんお酒一滴も飲まないんで、ね、僕がなんか酔ってると言いたいこと言ってるみたいです。なるほど。じゃあいつか、ヒロイン王子はこうあるべきじゃないみたいな。あ、そうそうそう、よく。じゃあちょっといつかお酒入ったバージョンをやってみたらいかがですか。あ、そうね、飲みやからね。ね、あ、そう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 。飲まないんですよ。俺だけ飲むだけ。そう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 。小室哲哉さんの、うん、あの栄光の時代の、うん、なんか YouTube みたいな、うん。そしたら倒すいながら会議してるんですよね、普通に、うん。それがまだ2000年ぐらいじゃないですか。うん、20年で。そうよ、何もかもが変わったじゃないですか。つまりこうコロナもそうじゃないですか、うん、ここでもう夏にマスクつける意味が分かんないんですけど。ああ、そうね、そうなったじゃないですか。そうね、なんか常識なんてすぐ変わるんだなって思いますよね。だって携帯とかだって。そうだよね、ポケベルから始めポケベル知お前ポケベルだろ私ポケベル俺電話番だもん駅のということでね、今週の今、はい、泉分かっちゃいました。分かっちゃいました。はい、うん、何でしょう。ヒロイ王子とのジェネレーションギャップ。そらあるだろうよ。そうでしょうね。倍ぐらい違うんだよね。そうですよね。うん、そうですね、うん。倍ぐらいですよね。倍ぐらい。僕3世代ぐらいいますもんね。きっとこの。いや、だって息子っておかしくないんだもん別に。ね、そう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 。ね、さっきの話もしてましたよね。ヒロイ王子から学べることがいっぱいあるんじゃないんでしょうか。そう思います。みんな楽に生きようね今週は以上、今泉 P と王子的3分間でした。ではまた来週。